皆さんこんにちは2次ファイナルもし公表を行いたいと思います私レクセニコ市中小企業診断士の金城淳之助と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、まず本試験までもう3週間を切った段階だと思いますで、まあ、今回のこの公表ではまあ公表と言いつつですねまあ一問一問細かく何かどうこうっていうつもりはもうありません でまあ、それぞれの各出題講師によってですね公表は総合成績表の中にありますのでそちらをまあ参照していただきましてで私からはですね、まあ、貴重な時間ですので残ったその、まあ、多分2週間前後だと思うんです皆さんに残された時間はそこで何をすべきなのかで特に今回のこのファイナル模試を通して見えてきた部分とかね 課題感とかその辺りをちょっとお伝えしたいいなと思いますしばしお付き合いください。でまずまあ今回のファイナル模試は想像したよりもまあ悪かった科目とまあそこそこできてるなという科目にまあ分かれてます。で個人的にはまあ私事例の2をあの作文したんですけれどもまあ50点平均目指して作ってたので平均が47点ってところでまあ思惑通りかなと。ただ、まあ 若干下ぶれしているところもあるのでまだまだ物足りなさはあるぞとだ一方でその全体を通して見るとですねあの、まあ、レックで行いましたステップアップ模試の5月ぐらいに行ったものに比べてそこからまあ3ヶ月経ってますのでやはり回答の書き方とか形式面ではかなりブラッシュアップされてきたなという印象です。 つまり、問われたことに対して、まあ、素直に答えよと。要因は何かって言われたら、要因は何々であるとかね。理由を答えよって言われたら、理由は何々であるとか。そういった、まあ、ある程度レックが推奨するオウム返し。の書き方。まあ、いわゆる模範回答の。こう、真似をした書き方ができてきてるなと、そこは非常に評価していいと思います。まあ、あの、後で事例別にちょいちょいと、あの、お見せしますけれども。そういった雛形ができてきた。 反面やはりその、まあ、必ず取らなければいけない問題と、まあ、これは難しいという難問、まあ、当然こちらとしても設定するわけなんですけれども多分これはタイムマネジメントをミスったなとかあのどうでもいい配点の低い問題に時間かけてしまったなとかいうまだタイムマネジメントが不十分な回答も見受けられました。これは多分 今年初めて二次を受ける方なんじゃないのかなと一次試験初めて合格されて初めて二次にチャレンジされる方だろうなというのがやはり答案から伝わってきますですので二次試験というのは10月22日、まあ、あの初めての方も2回目以降の方も同じ土俵で戦うわけです。しかも上から約900人ほどが合格できるという,もう相対試験なんですね。ライバルを 手を落とさなければいけない、厳しい言い方をすると。だ5人に4人が落ちるんです。ですから自分が受かるためには前後左右に座った人たちをやっつけなきゃいけないわけですよ、極端な話ね。だから当然他の受験生よりも、やはりいい答えを書くのはもちろんのこと、他の受験生が解ける問題は自分もしっかりと解けなければいけないと。 そこがポイントですねだから守るべきところは守りしっかり取りに行くところは取るというねメリハリが必要なんです。だかかららとと第一問からボーっと解いてるようじゃダメなんですねそこら辺のタイムマネジメントとかあと80分の試験に対する戦略であるとかねそういったところの効説の差が出たなというのが全体感としての印象になります。でやっぱりその一時試験 と違って一次試験の場合は問題解きました当たりました良かったねと間違えましたどこ間違ってたのとあ,あなるほどここが間違ってたよし覚えようという対応の勉強でやってきたと思うんですねでも二次はそれはダメですいいですか問題に対して自分の答えと模範解答と比べて当たった間違ったでも完全一致ってないじゃないですかそうですよねだから何が大事かというと 自分の書いた答えと模範解答の相違点どこが違うのかじゃあその相違がなぜ起こったのかもしくは同じ論点あ同じこと書いてる例えば権限以上あ書いた書いたとそれでもよしとするんじゃなくてじゃあそれが10月22日にも同じように正解を導けるようにじゃあなぜ自分がこの問題で権限以上という回答にたどり着いたのか。 その思考プロセスが適切だったからですよねということはあこういう考え方は自分の中に取り入れておこうとかね80分の中で正しく常に考え方導くためにあこれは自分に取り入れようあこれ間違ってたんだとあなるほどここで従業員のモラールモチベーションに触れなきゃいけなかったこれが漏れてたなぜ漏れたのか,か知識がなかったなら覚えればいい。でもあ知ってたのに モラルとか分かってたのに書けなかったじゃあどうして書けなかったのでそこを追求しないと多分本番でも書けない知ってるのに書けないっていうことが起こりうるんですねだから一時と違うのはなぜできなかったのかまたはなぜできたのかというプロセスに着目するんですいいですか結果じゃないんですよプロセスに着目をしてそこを修正しない限り本番でも同じミスをする っていうことなんですね。ですから模試の結果云々、まあ点数とかどうだっていいんですよ。要するに80分4つの事例80分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 で書いた中でなぜ自分はこの問題こうなのかとそのプロセスだ読み違えたのかね解釈をミスったのかタイムマネジメントのミスなのか単なる知識がないのかいろいろ原因があると思います。その原因を潰さない限り同じミスをすると。 この理屈はお分かりですよねですから、まあ、このファイナル模試についてはもしかしたらもう復習は終わってるかもしれません。で,でしたらなおさらのことこれから先はですねあのもうファイナル模試はいいのでじゃあ過去問に集中してください。過去問。で過去問においてそのじゃあ自分の考えた過去問の回答要素と模範解答を比較してあとやることは一緒です。じゃあなぜ違いが出てるのか。 なぜ模範回答はこうなっているのかなるほどここを根拠にしているとあ予見文のここだなとあ自分は予見文のここを読み落としたじゃあ読み落とさないためにどうするのかとかねチェックしているのに回答として使えなかったそれはなぜかそそこをしししてていいいいかなな限りダメなんですねそういった勉強してほしい単に答えを当たった間違った覚えようとかね そういうレベルの表面的なレベルの勉強では全く二次は太刀打ちできないのでなので残り2週間少々、えー、本当にその思考プロセスを高めるというようなね形の学習をしていただきたいと思います。はいまあ、今回の,あの事例1から4までで、まあ、あの得点が良かった、えー 答案が何枚かまあ来てますのでちょっとお見せしながら進めましょうか。あの全部はお見せできないんですけれども、例えば事例一とかで、えー、この方も七十点取られてるんですけど、まあこの私はいつもあの留意点問題なんかをこの留意点はっていう書き出しになってますけどもね、この留意点の問題が一番難しいです二次試験は。留意点をどう書くのかこれ事例一ですよね。 そうすると大体まあ理由移転はプロジェクトチームに権限以上を行いと権限以上とねしっかりとキーワードを盛り込んでるわけですね。それとか情報の共有であったりだとかもしくは表彰制度などを設けてまあ意識を高めるモチベーションを高めるとかでもいい。こういった 事例1でよく使われる権限以上や情報の共有そして表彰制度などのモチベーションに絡む論点に気をつけましょうと,とかねこの辺りしっかり抑えられていますねでこの人なんかも同じく留意点はということで目標を明確にしましょうと目標を明確にしましょうとなるほど方向性ね明確にするあいいですよね。 それとか、えー、優れたものをリーダーとした上で、えー、権限を以上あやっぱちゃんと入ってますよね権限を以上するとはいで、えー、成果を十分に報いましょうと成果に報いてモチベーションを上げることとやはりこのお二方たまたまねもう七十点以上点数の留意点問題のところだけピックアップしましたけどやっぱり事例一で欲しいなって思われるキーワードをしっかり使った上でここに注意しましょうねと。 いう書き方ができるところは非常に評価できると思います。まあ、だから点数高いんでしょうね。あの留意点問題は本当に難しいので、事例1の留意点問題はこういった、えー、重要なキーワードを盛り込むっていうのを忘れないようにしていただければなと思います。から事例の2はまあ、そうですね。今回知識問題中心に P I 値であったりだとかね O E M O D M とかそのあたりを皆さんに えー、復習がてらね、えー、出しましたけれどもまあこれも何らかの、えー、この理由が78年の方です、ね、理由は、えー、委託販売しないっていう理由なんですけどね、えー、販売を委託することによりブランドのこだわりコンセプトが顧客に直接伝えられずブランドイメージの低下よくあるパターンですねブランドイメージが低下してしまうと。 パターンそれから顧客のニーズを吸収、ね、ニーズの収集することによってニーズに応えていくというパターンこれができないから委託販売しちゃダメだというロジックですね同じくこちらの方も利益率が低いからですよと、はい、それとか、えー、B 社ブランドが既存するブランドが既存というね。はい さっきブランドイメージありました一緒ですよねブランドが既存する可能性あとコントロールしづらいとはいといったようなまあまああのー、理由としてね、はい、どちらも全然ありだと思いますこういうふうに、まあ、事例にはやっぱりブランドを主に扱いますのでブランドに関してどうなのかという意見をしっかりかけてる点が、まあ、評価されてるなとこのあたりはやっぱり点数の高い人って非常に文章を読みやすいですよね はいこのあたり参考にしてくださいあと事例3なんですけども事例3は私はどこを見るかっていうと問題点と改善策を見ます問題点と改善策のところを見ると大体その受験生の力がわかりますね今回第2問になります、えー、問題点はってのと、えー、改善策対策はということでちゃんとね問題点は何々である対策は何々であるって書き方ができてますよねはい そうすると問題点をしっかり書いといて、まあ、ここは予見からだいたい抜き出せば書けるわけですよね。問題点はで差がつくのはこの対策部分です。いかに対策部分で具体的に書けるかどうかはいということでね。まあ、あの段取り替えをどうするかとか。マニュアル化とかね。内段取り、外段取りかとか。まあ、このあたりま3つほど123具体的に3つほどこの方は書けてますよね。非常にあの素晴らしいと思います。具体的に。 一方でこの方ですね、問題点は何々であると。はい、で予見から抜き出せてるんですよね。ただこの方はですね、記述バランスがあまりよろしくないんですよ。問題点だけで100字使ってるんですね。で対策はということで、実際対策はもう40字しか書けてないと。だからこのやっぱり点数に差がついてしまったと。 まあ基本的にここ、えー、12345672714140字あるんであればまあ大体半分ぐらいですよね。半分問題点で半分解決策もしくはもう問題点をシンプルにして3分の2を解決策ぐらいにするのがいいんじゃないのかなと。まあそんな形で、えー、読みやすいんだけれどもやっぱりここはもうあのもったいないなと。 いうところですねここで力の差がかかるかななとということになりますあと事例の4なんですけれどもよいしょ、えー、事例の4はですねやっぱり第1問とそれ以外っていうところで考えたときに、まあ、第1問の,あの指標はもう今回ほぼ皆さんできてました。ただその説問の2の原因の書き方ですよね指標のまあ解説の仕方がまだまだ あの出来上がってない人が多いなあという印象です。だから基本的には、まあもしあのー、まあシーランとかね、あの指標の説明を書くときはですね、えっと、まあ、問題点は例えばね、問題点はとかもしくは原因はっていう書き出しで始まって。 ここに予見情報を持ってくるんですね予見でこれこれこういうこと何何により何とか性が悪化しているだいたいこれで六十時の練習しとけばいいです問題点もしくは原因は予見で何かが起こっている これこれにより収益性が悪化している、効率性が悪化している、安全性が悪化している。もうこのパターンを持っておくだけでいいんですよ。この練習しといてください。これをやってないんだな、意外とっていうね、方が多く見受けられます。だから私のクラスなんかではもう口酸っぱく言ってますからね、もうこのパターンでやっとけばあの全然時間かからないので、ぜひそのパターンをまず押さえていただきたいという部分とですね、あとは あのー、計算過程の書き方これがですね、あのー、非常にばらつきが見受けられますね、まあ、これはちょっと悪い例としてちょっとお見せするんですけどもこれなんかなんか,わけわかんない図が書いてあってで、まあ、PV プレゼントバリューがこうですよじゃあネットプレゼントバリューこうですよ、まあ、答えは当たってんだけどただこれって採点する人に読ませる表現じゃないですよねりよがりもはなはだしいなと個人的にはね。 答え合ってるけどあんまり見た目良くないないとで一方でこの方なんかはどうかっていうと、まあ、まあ字が小さいのは置いときつつ何とかによって数字これこれこれによって何々はこうこうこうなので何とかかんとかで計算でこうこうこうからっていう文章の中に数式を紛れ込ませるっていうパターンね、はい、でこれも非常に読みづらい見づらいというのありますよね。やっぱりその 見やすくね例えば「原価償却費はいくらですよと」と「運転資本の増加はこれですよと」と「1年目の純売上総利益増加額はこうですよ」「キャッシュフロー増分はこうですよ」みたいにね自分が何を今から計算してるんですよっていうのを分かりやすく書いてくれると非常に採点しやすいんですね。であどこまで流れが分かってるのかなと部分点もつけやすい。この辺りのり意識が かなり差がありますねあの計算力とかはあるんですよ答えは合ってるんですよただその自分が答えに至った道筋を伝えるのが下手やっぱり相手に読んでもらおうという意識が非常に弱いなというのをまだまだ感じましたですからあの計算過程を 書かせる問題も近年ちょこちょこ出てますので、ぜひそういうところで足元を救われないように、あの見やすいね相手に過程をちゃんと伝えるような答えの書き方を意識していただきたいと思います。よろしいでしょうかね。まあこれがまあ今ちょっと四事例ざっとお話ししましたけれども、あのー、ぜひぜひ該当される方はお気をつけいただきたいと思います。で最後にですね、まああの先ほど言ったように。 あの事例ごとに、えー、やっぱりこう最後は過去問に徹底的にね向き合うことが大事ですで私のですねあの講座あの道場であのこれ通信講座もありますのでぜひこれは受けてほしいんですがあの16年分の過去問一気に総ざらいする道場があります事例別にあの販売してますのでもし自分が弱いなという事例は 特にその16年分一気に見ることでパターンとかね重要なポイントなんかもコンパクトにまとめてありますのでぜひえそちらご覧になってください。でそうすることであの事例ごとの重要なポイントとかねこういう時にはこれを書けばいいというのが分かる例えばさっきの事例1のえと留意点の対応の仕方とかねそういったところも分かるようになりますのでぜひぜひえ近所のですねあの16年分総ざらいの 道場をご覧になってくださいそうすればまあ最後の残り2週間の仕上げとしてはもう抜群だと思います。でそれ以外にはもう特にもう過去問以外はやる必要ないので,でとにかく直前期はもう自分の思考プロセスを二次の診断士に最適化させるとそこを意識して気を抜かずにね頑張って頂ければと思います。はい、というわけで二、えー、次ファイナルもし公表はここまでにしますが。 本試験皆さん本当に全力で頑張っていただき、まあ、またあの回答解説講義等でお会いできるのを楽しみにしてますので、ね、まずは全力で残りの日々頑張ってください。では以上をもちまして公表終わりたいと思います。ごごありがとうございました